ているんですけど、毎月第1木曜日の午前11時半から FM 群馬でアンカン銀弾という番組です。イエーイ。はい、この番組は群馬県のシーマス芸人アンカンミカさんと私たち群馬県のバトルサイル赤木団の、2組で放送している番組なんですけど、前回の放送がなんと昨日放送されたということで、では昨日の放送にとまいちゃん感想お願いします。はい、私は初めてのラジオ収録がこのアンカン銀弾だったんですけど、すごいアンカン民家の皆さんが優しくて、私結構噛んじゃったりするので、初めはあのカミカミラジオになっちゃうかなと思ったんですけど、すごいもう満面の笑みで楽しく収録をすることができました。イエーイ。はい、そして赤木団からもう一つ嬉しい僕がお知らせがございます。はい、そうです、皆さんでもご存知で持ってる方も多いと思うんですけど、前橋市には前橋新聞というのがありまして、その前橋新聞、なんと赤木団表紙を飾らせていただきました。はい、今持ってる方いますね。そうなんですよ、本当にね、森の妖精と言われてる、タイトルもね、森の妖精で、とっても可愛く撮っていただいてるんですけど、はい、この前橋新聞は前橋の今をですね紹介する新聞で、前橋にゆかりのある人たちが載っています。赤木団は赤木山に植林活動をしているので、そちらで掲載していただきました。いろいろと撮影の模様とかもあるけど、かなちゃんはどうでしたか？はい、私はこういう撮影が初めてだったんですけど、撮影場所が本当に緑が綺麗で感動したし、カメラマンさんが本当に面白くて、とても楽しく撮影ができました。めったにこういう経験ができないので、いい経験になりました。よかったよかった。映ってる緑もあれ全部手作りの森なんです。そう、もともとあったセットではなくて、2年ぐらいかけてデザイナーの皆さんとかがセットしてくれて、今後はね、私たち以外にもたくさんの方がね、そこでフォトスタジオとして撮れるみたいなので、皆さんもぜひお写真撮ってもらってください。ぜひぜひ。はい、皆さん、とても嬉しいお知らせができて、私たち本当に嬉しく思っています。これも全ていつも応援してくださっている皆さんがいてくれるからです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからもね、カギ団もっともっと皆さんに嬉しいお知らせができるようにもっと頑張りますので、皆さん応援もよろしくお願いします。お願いします。それでは次の曲聴いてください。